はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、仮面ライダージー一番くじボリューム3、騒動クロニクル仮面ライダーサイクロンです。はい、これは食願で発売した騒動クロニクルシリーズの一番くじ限定バージョンで、1個450円で A サイド、B サイドを合体することで、サイクロンジョーカーが完成するものが発売されましたが、仮面ライダーサイクロンの騒動化はこういう形なんだ。今回の一番くじで確か2個しか出ませんからね。で、もともとこのシリーズでサイクロン ジョーカーと仮面ライダージョーカーはすでに一般販売されておりますのでこれで翔太郎とフィリップ単体変身バージョンが揃えますし。 サイクロンはアーツ化に SIC 化に RD 化もされてますので、かなり商品展開優遇ですよね。テレビ本編とか映画ではなくて、小説でのみ登場した限定フォームで、風で動けなくなった翔太郎の代わりに依頼を受けたフィリップが、ピンチの際にシュラウドから受け取ったロストドライバーを使って変身させ方で、映画でサイクロンサイクロンとかジョーカージョーカーは出ましたけど、その辺とはまたちょっと違うんですよね、デザインが。要はこのロストドライバーをフィリップが最終調整したもの のがテレビ本編最終回でで太郎にに送られて仮面ライダーーージョーカーに変身すするわけですよこのドライバーの受け継ぎの流れは小説読んでて熱かった。では、レビューしましょう。仮面ライダーサイクロン必殺技は、ライダーパンチとかライダーキックじゃなくて、ライダーチョップなんですよね。まあ、正式名はありませんけど、敵の特性上、パンチとかキックが有効な手段ではなかったので、とっさにチョップを使ったんですが、あ、もうすでに、ほぼ完成してる、 LR サイドに分かれてなくって、左右連結したものが入ってますね。てか特徴的な白部分は塗装かと思ったら、ここシールなんだ。基本的なこの辺のシールは一般販売と変わりませんが、ここが追加されてるって感じですね。で、サイクロンのシールもあるし。で、台座と本体と手首パーツがライダーチョップ用とか開き手か。 手握りしとおまつみポーズが左右分ついてて分割用と連結状態のアンテナパーツ仮面ライダークロニクル自体は1個450円ですから一応これは900円相当扱いですねはいまず通常の部分のシールを貼り終えましたのでこれでさアンテナつけてでロストドライバーが基本なんだけどこれをあえて今白いシール貼ってないんだけど サイクロンジョーカーのダブルドライバーにすれば、はい、仮面ライダーサイクロンサイクロン風のことができますね。これで通常発売のジョーカーと合わせれば、まあ、厳密には違うんだけど、仮面ライダージョーカージョーカーとサイクロンサイクロンみたいな、それっぽいことができますね。じゃあここからサイクロンの特徴的な白ラインのシールを貼りましょう。通常ダブルでは貼らないような こういう位置にシールを貼る感じですね。完成ソー動クロニクル仮面ライダーサイクロンですさすが一番くじ限定シールもちょっと多くて特別感ある。まあ、でもシール枚数はそもそもそんな多くないので5分くらいで貼り終えましたね。そしてサイクロンに関しては小説で差し絵がありませんから SIC とかの情報をもとに小説に書いてあった決めポーズはこんな感じですね。スラッと ちょっと立たせて腰曲げつつ、右手はちょっとお祭りポーズ使ってますけど、こんな感じですよ。で、ジョーカーと違ってマフラーは後ろ側についてるような形ですね。はい、全体見るとこうで、基本的には一般販売のサイクロン側と同じ成型色で、ちょい薄めな感じがいいですよね、グリーンの。 はい、さらに上半身見るとこうで、ダブルであった特徴的なシルバーラインとかが消えてて、ジョーカー同様にガイアメモリのカラーをそのまま本体カラーにしたような、そんな見た目になってますね。動けない翔太郎の代わりにフィリップが奔走するんですけど、その過程で翔太郎の大切さとか、そういうところに改めて気づくんですよね。はい、そしてマキシマムスロットがあって、 ロストドライバーにはサイクロンがハマってますね。これは一般販売版ではジョーカーがハマっててちゃんと変わってるし、あと、こっちはね、ブラックの成型色でしたが、今回はシルバー塗装されてますね。で、下半身は基本的な造形はダブルと変わらないんですが、この白ラインが入ることで特徴的な見た目になってますし、桃周りとフッ 金のところね、あと二の腕、さらに肩の横、この部分に白ラインが入るような形です。なのでこのまま、例えば腕をこう使って、そんなに曲がらないか。もうちょっと曲がれば、フィリップが考え中みたいなポーズもできるんだけど、ちょっとその辺はできませんね。 で、動としてはジョーカーベースですから、サイクロンジョーカーだと、連結パーツの関係で首がね、あんまり動かなかったんですが、これはジョーカー同様に、根元から動く、さらに左右とか上下もできて、ヒンジで肩アーマーついてて、アーマーごとロール、で、二の腕ロール、肘、手首、まあ、本当にいつもの騒動って感じですね。 で、腰可動。分割するのに、ちゃんと腰可動入ってるんですよね。これ結構アーツっぽくって、ここでパーツ分割されてますから、普通に左右前後いける上に、桃ロールがね、こういう形で、別パーツになってるんですよね。通常のソードだと、こうやってね、横線が入って、ここでロールって感じでしたからね。で、膝部分と足首はボールジョイント。なので、もうちょっと、マフラーを、なびかせる感じでの、 こういう決めポーズを取ったりとか、マキシマムドライブで、フィリップは首刀と言ってましたけど、動を使って仮面ライダーサイクロンのライダーチョップみたいなこともちゃんとできますね。外箱には、あ、もうちょっとあれか、足をこうやって曲げてるか、ジャンプからの 同パントに向かって手刀みたいな、こういう必殺技ポーズもできるし、普通にライダーキック前としたポーズが、相動ですから取れたりとか、あとはダブル的に、あ、握り拳もついてるから、ダブルっぽいキックポーズも取れるし、ダイザーもついてますので、こっちもね、サイクロの文字があってはめれば、 こういう状態で飾ることもできます。あとは、ここ外すっしょで、上半身も下半身も全部分割できますから、分割して、さらに顔も分割してって感じで、ホストドライバー外して、下半身も分割して、あ、でもパーツが足りないから、ちょっと一般販売版のパーツを拝借する形になるけど、 ジョーカーのね、この辺のパーツを使うっしょで、アンテナも分割用のものが付いてますから、はい、このように左右に分割して、一人分割マキシマムドライブ、ライダーキック状態もできますね。箱を開けるとパーツ連結してますけど、一応ちゃんと一般販売同様に左右分割問題ありませんね。なので厳密に言えば、逆にこちら側にジョーカーサイドをはめて、仮面ライダーサイクロンっぽさを残したまま、 サイクロンジョーカー風にすることもできるわけだ。なので基本の遊び方は一般販売版と変わりませんよと。これでもほんと簡単に元に戻すことができますからね。アーマーはめるでしょで、さらにアンテナ一回取って、顔戻す、ロストドライバーにして、連結状態の アンテナに戻せば、はい、仮面ライダーサイクロンに戻りました。簡単。で、このまま、ライダーパンチみたいな、パンチポーズも、手首回転できますからね、問題なくできるし、キックポーズも、普段の騒動でね、遊んでる感覚と 全く変わりませんねちなみに、触眼騒動ディケードと比べるとこうで、全行というか、プロポーション、このボリューム感は完全共通ですね。一緒に並べてもいい感じ。で、魂ステージ対応してますから、台座を組み合わせて遊ぶことなんかもできます。あとは左右分のお祭り、手首がついてるってことで、フィリップだから右側を指差しかな で、こうやって腰曲げつつ手首曲げればはい、仮面ライダーサイクロンでお前の罪を数えろのお祭りポーズ再現というか表現することもできますさすが一番くじ限定の特別な騒動ですから手首パーツも豊富で色々と遊ぶことができますね一応改めてジョーカーと見比べると こんな感じですね。とりあえずカメラダーサイクロンはこの白ラインがいいんすよね。あと一応ロストドライバーを使って実際変身を鳴らすと、こんな感じですね。サイクロン超過ーーに慣れてるとちょっと寂しさはある。で、さらに、 マーキシマムスロットにセットすると、こんな感じ。 はいということで仮面ライダー一番くじ限定騒動仮面ライダーサイクロンを紹介しましたこんなにいいアイテムが一番くじ限定っていうのがなかなかのエグいところではありますけどまあでも映画とか v シネとかテレビ本編に登場してないフォームなのでまあ最悪この販売方法はいいのかなととりあえず僕はそんな狙ってなかったんですけどラストワン賞をゲットする流れで手に入れられてよかったし実際遊ぶとやっぱかなりいい感じでしたねダブルの小説まだ読んでない人は Kindle とかでも買えますから600円ぐらいで 普通にめちゃくちゃ面白いので映像化されてないのがもったいないぐらい概要欄にリンク貼っておきますからぜひ読んでみてください。以上、仮面ライダー上1万口限定0円程動仮面ライダーサイクロのョカでした。